薬剤師とかなんて医者の指示がないと何にもできないちっぽけな存在だろ。薬剤師として働く俺を見下してくる義弟、そしてその義弟と同じ職場となってしまった俺は医者の義弟から完全に見下されるようになった。そんなある日、義母が運ばれてきて緊急手術が必要に。俺が手術します。薬剤師のお前が何言ってんだよ。大丈夫だよ。実は俺の名前は高沢聡、総合病院で薬剤師として働いている。俺には妻の夏希がいて、妻はどの病院にも所属しないフリーの医者としてあらゆる病院を掛け持ちしている人気の医者だ。毎日あらゆる地域のいろんな病院に行っている妻を支えるべく、俺は家庭のこともしながら薬剤師として働いている。結婚3年目を迎える俺たちの間には子供はいないが、夫婦仲は良好そのもので、この生活に不満など一つもない。俺は5年前に父親を亡くしており、その出来事がこれまでの俺の人生を一変させた。この話は長くなるので、それは後で話そうと思う。結婚生活に何も不満はなかったが、俺には一つだけ気がかりなことがあった。それは妻の弟のトールの存在だ。トールは夏希と同じ医者を目指しており、現在医学生だ。将来的には妻のようなフリーで活躍する医者になるのが夢らしい。どこが気がかりなのかというと、義弟は俺に対してすごく性格の悪いことを言ってくる。義弟であるトールは全国でも偏差値トップの私立中学に入学、トップの成績で高校までエスカレーターで行き、大学はもちろん国内1位のあの大学の医学部に入学した。どうやらその経歴がトール君をそうさせたのか、彼は学生ながらに相当プライドが高かった。姉ちゃんの結婚相手って薬剤師？医者じゃねえの？薬剤師なんて医者以下の存在じゃん。トール、なんてこと言うの？だって本当のことだろ？薬剤師とか看護師って医者の指示がないと何にもできないちっぽけな存在なんだぜ。3年前の結婚の挨拶ということで、両家顔合わせの席でこの態度である。俺が今薬剤師として働いているだけでここまで言われるのは予想外だった。もちろん義両親はそんな優秀な義弟のことが大好きなので、妻よりも義弟を可愛がって育てたのは言わずもがなだろう。挨拶の時も、トールちゃんの言う通りね、確かにな、とそれに賛同する義両親にドン引きした覚えがある。義弟も、だよね、パパ、ママ、と言っていてさらに引いた。そんなある日、今日はロールキャベツにしようか。本当？サトシのロールキャベツ美味しいから嬉しい。ショッピングモールに来ていた俺たちは、食材を買うついでにあらゆる店を見て回っていた。姉ちゃん、そこで聞き覚えのある声に振り向くと、そこにはトール君がいた。トール、久しぶりね。トール君、久しぶり。薬剤師野郎までいる。見えなかったのかな。尊敬する姉を見て駆けつけてきたであろうトール君のその姿は、まるで尻尾を振る犬のようだ。久しぶりに会えて嬉しいんだろうなと見ていてわかる様子だ。元気だった？もちろん。姉ちゃんの噂はいろんなところから聞くよ。大活躍みたいで俺も嬉しい。そこでトール君は俺の方をちらりと見てきた。見るからに俺を見下している視線だ。ああ、俺も医者の義兄が欲しかったな。俺も今から医者になるし、そしたらいろいろ相談に乗ってもらえるのにな。やっぱり姉ちゃんは医者と結婚すべきだったと思うわ。姉ちゃんならそれができたのに、なんでこいつを選んだんだよ。トール、サトシのことを悪く言うなってあれだけ言ったわよね。だって医者なら薬剤師のこんな奴より収入もいいし、お互いに高められるはずだよ。今からでも遅くないから離婚したら。離婚なんてしないわよ。大体あんたは知らないだろうけど、サトシはね。夏希、いいよ。俺は気にしてないから。私は気にするの。この何もわかってない弟に分からせてやる。夏希が今にもトール君に殴りかかりそうなのを必死でなだめて止める。俺が薬剤師なのも、医者よりも収入が叶わないのも本当のことだから、俺は気にしていないのに、
俺が馬鹿にされると夏希は毎回こうやって本気で怒ってくれる。いい妻を持ったな、としみじみしてしまった。姉ちゃんが怒ってるし、俺もう行くわ。今度、もみじが丘病院に研修医として行くことが決まったから、忙しいんだよな。もみじが丘病院？それは俺が現在勤める総合病院だ。まさか、そこに来るというのか？そのままトールくんは逃げるように去ってしまったのだった。お前もこの病院だったのか。それから数ヶ月後、本当に義弟が俺が働いている病院に研修医としてやってきた。廊下でばったり出くわしてしまったのだ。この病院はベッド数が多く、規模がでかいこともあり、毎年そこそこの人数の研修医が入ってくる。そんな環境なので、研修医として義弟が来てもおかしくはない。おかしくはないのだが、どんな確率だよ、と思わずにはいられない。研修医の紹介は各部署の部長にしかされないので、部長ではない俺は、毎年どんな研修医が来ているかは把握をしていないのだ。ああ、はは、そうみたいだね、藤田先生。は？敬語使えよ。俺は医者だぞ、薬剤師ごときが。え？ああ、すみません。俺が苦笑いをしていると、そこに内科の佐藤部長が通りかかった。お疲れ。佐藤先生、お疲れ様です。俺たちの声が重なった。藤田先生、どうしてここに？義兄に挨拶をしていました。せっかく同じ職場なのに、なかなかここで会う機会がなかったもので、頼りにしていると挨拶をしていたところです。やっぱり身内がいると安心しますね。にこやかに答える義弟に、俺はびっくりしてしまった。さっきまで俺を全力で見下していたのに、すごい態度の変わりようだ。そうか、確かに身内がいると安心するかもしれないな。ガハハ、と豪快に笑う佐藤先生。高沢君、君の弟は、あの大学医学部を首席で卒業しているしね。私も期待しているよ。ご期待に添えるように頑張ります。やる気満々です、と、いい笑顔でアピールができたようなトール君を見つめる。首席で卒業は純粋にすごいな。やっぱり優秀だったんだと感心していると、トール君と目が合った。彼は嫌な笑顔でにやりと笑う。佐藤先生を見送った後、俺の方に向き直った。薬剤師は俺たち医者の指示がないとできない仕事だもんな。ちゃんと俺の言うこと聞いて働けよ。世界中の薬剤師を敵に回すような発言をここでも堂々とするなんて。藤田先生、そういうことはあまり言わない方が。はあ？薬剤師ごときが文句言うな。そう言い捨てて歩いて行ってしまった。それから廊下ですれ違うたびに、薬の指示をもらおうと内線をかけるたびに、お前は俺の指示がないと動けないもんな、と言ってくる日々だった。悔しいが事実なので、俺は反論することはなかった。そんな毎日を過ごしていたある日、担当している入院病棟の患者さんに薬の説明をして、ナースステーションに向かっていると、救急車が到着していたようで、救急外来が騒がしかった。救急車か。運ばれてきた人は入院になるのかな。なんてぼんやり考えながら歩いていると、前から義弟のトール君が走ってきた。これまでのこともあり、まさか走ってきてまでまた嫌味を言ってくるのかと思わず構えていると、彼はそのまま素通りした。だいぶ拍子抜けしてしまったが、嫌味を言われないことに越したことはない。するとトール君は救急外来の扉を開けて、ママ！と大声を上げた。ママ？思わず気になって俺も覗くと、そこのベッドで寝かされているのは義母だった。ママ、しっかりして！隣で今にも泣きそうになりながら声をかけ続けている義弟。俺も思わずベッドに駆け寄った。お母さん、どうして？どうやらお母さんは道を歩いていたところで、後ろから車に当てられたそうで、道路に胸部を強く打ちつけて、救急車で運ばれてきたらしい。息子がこの病院で医者をしているからと、本人がここに運んでくれと言ったそうで、こうして運ばれてきたそうだ。レントゲン撮影したら、どうやら気胸みたいだ。救急外来担当の鈴木先生が、レントゲンの画像を見ながら言ってくる。気胸？気胸とは、
肺から空気が漏れ、胸の中で空気が溜まってしまい、肺が縮む症状だ。胸を強く打ちつけたからかな。とりあえず気胸の処置はできそうなんだが、血気胸を併発しているみたいで、緊急手術が必要かもしれない。だけど、手術できる先生たちが全員出払っていて、すぐに手術ができない状況なんだ。そんな。血気胸は胸に血が溜まっている状態だ。見たところ、結構な量の血液が溜まっている。早く処置をしないと、危険な状態になる可能性がある。しかし、今病院内にいる人は、誰も手術ができないという。こんな時に限って。夏希は、そうだ、姉ちゃんを呼びましょう。そしたらできるかも。高沢先生にも一応連絡してみたが、今北海道の病院だそうで、大至急こっちに向かってきてくれているそうだが、さすがに間に合わないだろうな。そういえば今日まで北海道で研修だったな。トール君は研修医だし、見るからに気が動転しているので、これでは手術ができないだろう。鈴木先生も血気胸の手術はしたことがないと言っているし、目の前には胸を押さえながら苦しそうにしている義母がいる。モニターに映る心拍数は弱々しく、心臓が止まってもおかしくない。その時、突然モニターのアラームが鳴った。義母が心肺停止になったのだ。ママ!その瞬間、俺は口を開いた。すぐに送還するから準備。あと AED 取ってきて。心麻するぞ。俺が一気に言うと、その指示に合わせて救急室がバタバタと忙しくなる。トール君、心臓マッサージをしてくれ。僕が?今できるのは君しかいない。お母さんを助けるためにも手を貸してくれ。なんでお前が指示出せるんだよ。いいから、目の前の命を助けるんだ。鈴木先生、手伝ってください。おう、もちろんだ。鈴木先生と協力しながら送還し、AED と心臓マッサージを行うと、なんとかお母さんの心拍が再開した。だがやはり弱々しい。他の病院へ転送依頼をかけるか。鈴木先生がつぶやくと、でもそれじゃ間に合わないですよね。ママを助けてください。と、トール君の絶叫にも近い叫び声が響く。やるしかない。俺は覚悟を決めて右手を上げた。俺が手術をします。みんなが騒然となった。高沢さんが?あの人薬剤師でしょ?何言ってんの?案の定だが、そこにいた看護師を含めて、ほぼ全員が不審な目で俺を見てくる。そして予想通りトール君は激高してつかみかかってきた。何言ってんだよ。お前は薬剤師だろ。手術なんてできるわけないだろうが。実は俺は医師免許も持ってるんだ。お前が?嘘つくな。こんな時に嘘はつかないよ。5年前までは医者をしていたんだ。この病院でも一応医師としての登録がある。医師免許があるからってなんだよ。そんな素人にママの手術を任せられるか。お前は黙ってろ。大丈夫。ブランクはあるけど、これまで手術もたくさんやってきたんだ。今、できるのは俺しかいない。俺は院長に内線をした。事情を説明し、手術の許可が欲しいと伝えると、お前に任せるぞ、と言ってくれた。俺は急いで手術の準備に入る。鈴木先生から、ミスターホスピタル、復活だな、と言われた。俺は手術室に入っていたから知らなかったのだが、俺が手術をすることになったと、鈴木先生や院長が他の先生方にも言ったのか、病院内は騒然となったそうだ。おい、ミスターホスピタルが手術をするらしいぞ。マジか。ついに高沢が医者に復帰するのか?あいつの手術をまた見れるのか?見に行かないと。手術室のモニターの前には、たくさんの医者が集まっていたらしい。その後、なんとか手術はうまくいき、お母さんは解放に向かっている。先日は集中治療室から一般病棟に移ることもでき、あと少しすればリハビリもできるだろう。このままうまくいけば、すぐに日常生活に戻れるだろう。ちなみにトール君は、ママって叫んでいたのがみんなに聞かれてしまい、そろそろママ呼びはやめた方がいいぞ、と助言を受けていた。仕事が休みの日曜日、夏希も朝から外出しており、俺は自宅で優雅にコーヒータイムを楽しんでいた。
すると家のインターホンが鳴った。インターホンの画面を見てみると、そこにはトールくんの姿があった。扉を開けると、彼は菓子折りを持っていた。どうしたの、トールくん。母を救ってくれたお礼と、これまでの態度のお詫びに来ました。兄さん、この度は本当にありがとうございました。とりあえず家に入ってもらい、話を聞くことにした。俺、兄さんがあの伝説のミスターホスピタルだなんて知らなくて。ああ、まあ俺も言ってなかったしね。恥ずかしながら、ミスターホスピタルとは俺が医者として活動していた時のあだ名だ。俺は高校卒業後に渡米して、そこで医師免許を取得。医者として活動し、日本に戻ってから再度日本の医師免許を取得した。そこで俺は大学に行き直して薬剤師の資格も取得。医者と薬剤師の資格を取得し、さらに今度は看護師の資格を取ろうと勉強している俺の姿を見て、お前一人で病院が開けるという同僚の発言から、俺のあだ名はミスターホスピタルになった。総合診療医師として手術の腕も上げ、毎日ずっと働いていた俺。そんなある日、俺の父が病気を患い倒れてしまった。病の原因は不明であり、治療法がないという。俺もあらゆる治療法を調べていると、アメリカの病院で治療の実績があると聞いた。それを聞いて俺が渡米した直後に、父の病状が突然悪化して、そのまま息を引き取ったそうだ。急いで帰国したがその場に間に合わず、俺は深い絶望を味わった。母は、最後まで諦めないでくれてありがとう、と言ってくれたが、父の身近な人のその命を救うことができなくて、何がミスターホスピタルだよ。俺は看護学校への勉強もやめてしまい、何もかもが嫌になって塞ぎ込んでしまった。あの時の無力感とかを思い出してしまうから、当時は聴診器さえ触れなくてね。診察室にも手術室にも入ることもできなくなって、それで医者を辞めることにしたんだ。医者として役に立たないから辞めますと辞表を出したが、ここの院長が、高沢くんって確か薬剤師の資格も持ってたよな。じゃあ薬剤師として働かない？と言ってくれた。立場は違うけれども、同じ医療者として患者の命を救ったらいいじゃないかと。薬剤師の仕事もとてもやりがいがあるし、このままずっと薬剤師で生きていくのもいいなと思いつつも、心のどこかでは医者をまたやりたいと思っていたのは事実だ。医者の仕事はとてもやりがいがあったし、俺の天職だ。しかし、俺にまたできるのかという不安はどうしても拭いきれなかった。それにまた、命を助けられなかったらどうしようという気持ちも怖かった。だからこそ、医者に復帰するというその一歩が出なかったのだ。それでも、あの時お母さんを救えるのは自分だけという状況になった瞬間に、今ならできると思えたのだ。結果的に手術はうまくいったが、むしろあの時お母さんの手術をさせてくれてありがとう。こんなブランクもある医者にやらせるのは、すごい勇気がいることだったと思う。あの時の義母の手術同意書にサインをしてくれたのは、他でもないトール君だった。そんな、俺、あの時の手術をずっと見せてもらいました。ブランクなんて感じさせない手術で、俺、すごい感動しました。そうかな。そう言ってもらえて、少し照れてしまった。兄さん、医者に復帰しないんですか？俺、もっと勉強させてもらいたいです。うん、実は近々、医者に復帰しようと思ってるんだ。もう一度、医者として頑張ってみようと思う。それから数年後、俺はこの病院で働いていた。はい、じゃあお薬出しておきますね。また2週間後に来てください。高沢先生、ありがとう。先生は手術もうまいし、ちゃんと話を聞いてくれてるし、いい先生だわ。は、光栄です。今、俺は医者として働いている。院長や周りの先生方、妻からは、ミスターホスピタルの復活だ、なんてからかわれることもあるが、毎日やりがいのある日々を過ごしている。あれから手術も担当していて、今日は手術日だ。高沢先生、藤田先生、お疲れ様。助手で入ります。勉強させてください。よし、一緒に頑張ろうか。義弟のトール君は、研修医から新米の医者となり、
この病院で共に働いている。同じ総合診療医として、俺の技術を吸収するんだと、毎日勉強に余念がないようだ。兄さんや姉ちゃんみたいな医者になるんだ。ミスターホスピタル二代目は、俺が襲名するぜ。なんて張り切っている姿が微笑ましい。俺は医者としてもう一度頑張ることを決めたのだ。もちろん、俺たちの力で、全員の命を確実に救えるわけじゃない。それでも一人でも多くの命を助けるために頑張っていこうと思う。頼もしい後輩の姿を見つつ、俺も負けていられないと気合を入れるのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。俺の名前は佐藤隆。某出版社に勤める窓際社員だ。今年で40歳になるのだが、未だ独身のまま。これまで一度も彼女ができたことがないのかというと、そんなことはない。俺には大学の頃から付き合っていた人がいた。彼女と出会ったのは文芸サークルで、同じ小説家が好きという共通の話題がきっかけで意気投合し、交際にまで発展した。大学卒業後もお互いの職場が近かったことで、大学時代と変わらない良い関係を築いていた。彼女とは喧嘩をしたことなど一度もなく、いつまでもこうして仲良く過ごしていたい。そしていつか結婚して、しかしそう思っていたのは俺だけで、彼女は職場の先輩社員に気持ちが移ってしまったらしく、会う頻度も徐々に減っていき、社会人2年目の冬、ついに別れを告げられた。後に友人から聞いた話で、彼女が恋をした男は彼女が勤める IT 企業のイケメンエリート社員だということが分かった。顔も年収も俺とは桁違いのハイスペックな男だった。結局、女は顔とお金で男を選ぶんだよな。自信をなくした俺は、それ以降一度も彼女を作らず、それどころか女っ気すらも見せずに過ごしてきた。けれど同僚や後輩からは好かれており、職場での人間関係にはとても満足していた。20代半ばで前職を退職し、中途でこの会社に入社してから10年以上経つので、窓際社員とはいえ、後輩がミスをした仕事をカバーするぐらいはお手のもの。時には同僚の愚痴に付き合うために仕事終わりに飲みに行き、話を聞いてアドバイスをしてあげたりもしていたので、ものすごく頼りにもしてもらっていた。そんなある日のこと、前日ミスをカバーしてあげた後輩が、ニュースですと声を上げながら俺のとこに走ってきた。先輩、聞きました？本社から異動になる社員が来るらしいですよ。しかも若い女性の。若い女性ということに興奮する後輩を、俺はまあまあ落ち着けと両手を肩に置き、息を整えるよう促した。それから少しして後輩が息を整えたのとほぼ同時に、部長が例の社員であろう若い女性を引き連れて事務所へ入ってきた。本日よりこの部署の課長になる市川さんだ。市川美玲です。よろしくお願いします。彼女が挨拶をし、浅く額をうつむかせると、パラパラと拍手が聞こえてきて、次第に大きくなっていった。それに紛れて隣にいた後輩が、市川さん、本社の編集部で部長を務めてたらしいですよと言った。
そのことを聞いて俺は、若いのにすごいなぁと感心した。後に部長からも同じことを聞かされたので、噂は本当なんだなぁと確信した。若くして部長にまで出世した経歴を持つ彼女は、噂以上の働きっぷりでテキパキ仕事をこなし、敏腕ぶりを披露。係も一緒で、年下だけど俺の上司となった。人当たりも良く、仕事もできる頼もしい彼女は、すぐにうちの部署に溶け込んだ。しかし、俺には一つだけ気になることがあった。それは、離れたデスクに座っている彼女から、やけに視線を感じることだ。その視線は、異性を意識するときの視線でも、お仏を見るような蔑んだ視線でもなく、何か形容しがたい視線だった。俺は当初、この年齢で出世もせず、窓際社員をやっている自分を不思議に思って見られていると思っていた。そんなことが数日続いたある日、彼女が俺のデスクを訪れ、資料を明日の昼までに作ってほしいとお願いしてきた。彼女は何でもこなせる優秀な社員なのだから、自分で作った方が早いのではないかと思ったが、頼まれた資料の内容が簡単なことを確認すると、敏腕がゆえに仕事が多いのだろうと納得して引き受けることにした。そして、これくらいなら本日中にできます、作成し次第持っていきますねと彼女に告げ、パソコンへと向かい直した。けれど、彼女がその場から立ち去ろうとしないので、振り返ると彼女はポカンと口を開け、驚愕の表情を浮かべていた。どうかしました？俺の声で我に返ったのか、彼女は、いえ、何でもないです。よろしくお願いします。と言って、ようやく自分のデスクへと戻っていった。それから俺は、彼女に宣言した通り、就業時間ギリギリではあったが、資料を作成し、提出した。すると彼女は、先ほど見せたよりも一層驚愕した表情を見せ、資料と俺を何度も視線で往復するのだった。俺はこの時、こんな簡単な資料もろくに作れないのかと苦言を呈されると思って、少し斜めに構えていた。すごい。ようやく発せられた彼女の第一声がそれだった。続けて、あなたは何者なんですか？どうやら彼女の表情をそうさせたのは、俺の資料の出来があまりにも完璧で、かつ高度なものだったことが原因のようだった。その光景を見ていた後輩が、何やら興味津々にこちらを伺っていたので、俺と彼女の間に流れる雰囲気を察した同僚が、後輩の手を取り、お先に失礼しますと事務所を後にした。その二人を見送ってから、俺は改めて彼女に視線を合わせ、ただの窓際社員ですがと答えた。しかし理解できないといった表情で、彼女は、え？と間抜けな声を出して俺を見上げた。そして、いやいや失礼ですが、この英文の資料はただ翻訳すればいいってわけでなく、本社の人間ですら難解な資料です。それをここまで完璧にまとめ上げるなんて信じられない。なおも驚愕しながら、資料と俺を交互に見やる彼女に俺は説明した。
実は大学時代に1年間留学した経験がありまして、そのために英語の勉強を死に物狂いでやったんです。そして留学先でネイティブに触れることによってより英語力がついたんです。俺の説明を聞いた彼女は依然として驚愕の表情を崩さなかった。英語ができることは分かりましたが、この資料は英語以外の資料にも目を通さないと拾えない情報もあります。普通の社員は英語以外は翻訳をするので時間がかかるのです。それをあなたはこんなにも早く。あなたは一体何カ国語理解できるのですか？俺は彼女の問いに5カ国語ほどと事実だけを率直に答えた。その短い返事に彼女は恐怖でも覚えたかのようなさっきとは違った表情をした。そしてあなたのような人材が本社でもここのトップクラスでもないポジションにいるなんて信じられないと言って頭を抱えた。事実を言っただけでこれほどのリアクションを取られて、俺は何かいけないことをしてしまった気分になって決まり悪く黙り込んでしまった。しばらく沈黙が流れてから彼女がこれまでを振り切るかのような笑顔で俺を見つめた。そして彼女はこの資料を俺に頼んだことの真意を話し始めた。実は私ここに来た初日からずっと窓際社員とは思えない佐藤さんの働きっぷりに驚いていたんです。年齢的にも仕事ぶりに関しても本社で活躍していてもおかしくないほどに優秀なのにどうしてって。なので気になってその力量を測るためにこんなにも難解な資料の作成をお願いしたんです。聞くところによると佐藤さんは前職を退職し中途でこの会社に入られ、それから10年以上も窓際社員をしているんですよね。出世したいとは思わないのですか？彼女にそう言われて自分は他の社員からも同じような疑問を持たれているのかなと思った。けれど俺は出世とかいう地位名誉にはそれほど興味がなかった。そのことを伝えると彼女は面白い人ですねと笑った。この日を境に俺に与えられる仕事の難易度は圧倒的に上がった。そして後日彼女に本社の会議についてきてほしいと言われ、しぶしぶながら了承し本社へと向かった。中途採用の面接依頼に訪れた本社に俺は少し緊張した。会議の内容はこれから観光予定の若者向けのビジネス書についてだった。会議が始まる前の俺は参加するだけで自発的に意見を言ったりはしないでおこうと思っていたが、いざ始まってみると込み上げてくる思考を抑えることができず、気がつけば様々な意見を提案し、そのほとんどに本社の社員たちが驚愕の表情を浮かべながらうなずいてくれた。その場には社長も同席していて、会議終了後に俺は社長室に呼ばれたので俺は市川さんと一緒に向かった。いやー、市川さんの言う通り非常に優秀だね佐藤君。君のような人材を腐らせてはいけない。ぜひ本社の編集部に来てその能力を存分に発揮してほしい。急な展開に俺は、いや僕なんかがと言ったが、社長はそれを遮り
俺の両手を覆うように両手で握りしめ、頼んだぞ、と言った。俺はなおも断ろうとしたが、その固く握られた両手に込められた社長の期待を裏切ることはできないと思い、やれるだけやってみようと内心でつぶやいてから、わかりました、と返事をした。それからすぐに編集部に移動した。市川さんが本社から前の事務所に移動してきたときは、なんでこんな優秀な人が、という視線で溢れていたが、このとき俺が向けられた視線は、それとは真逆の冷たい視線だった。こんなおじさんが今更本社に移動だなんて、ずっと窓際社員だったんでしょ？大丈夫なの？移動したての頃はそんな言葉をよく耳にした。けれど、そんなことでめげてはいられなかった。社長や市川さんの期待に応えるために、俺はここで結果を出さなくてはいけなかったからだ。それから俺は周りの視線など一切気にせず、仕事に没頭した。熱を注いだ分の結果も出した。そんな働きぶりが、これまで白い目ばかりを向けていた社員たちに響いたのか、俺はようやく認めてもらうことができた。そしてその環境には、窓際社員時代には得難い充実感があった。俺はこの職場が大好きになっていた。そんな本社での仕事にも慣れてきたある日の昼休み、デスクで昼食をとっていると、市川さんからメールが届いた。今日の仕事終わり、飲みに行きませんか？そういえば、本社に異動になってから、市川さんと会議以来で会っていないなぁと思い、俺をここまで成長させてくれた恩人でもあるし、お礼も兼ねて行くことにした。指定された居酒屋へ着くと、市川さんはすでに飲み始めていた。俺に気がついた市川さんは、こっちこっち、と職場では見せないような緩んだ表情をしながら手を振った。社長や本社にいる友人から佐藤さんの話を聞いています。絶好調みたいですね。いや、そんなことは。ようやく仕事にも社内の雰囲気にも慣れてきたって感じで、毎日忙しくやってますよ。お互いの近況報告をした後、彼女は、一つ聞いてもいいですか？と先ほどまでと少し違った真剣味を帯びた目で聞いてきた。俺は何も言わず、ただうなずくだけで返事をした。なぜ佐藤さんはこんなにも優秀なのに、窓際社員なんてポジションに定着していたんですか？お酒の弱い俺は、ジョッキの半分ほどビールを飲んだだけで酔いが回ってきていた。そのせいか、これまで同僚にすら話したことのなかった話が口をついた。俺、東大を出ているんです。でも、この会社に出した履歴書には別の大学の名前を書いたんです。彼女の顔は見れていなかったが、おそらく難解だと言われた資料を短時間でやってのけたあの日に見せたような驚きに満ちた表情をしていることは察しがついた。そんな彼女に構わず、俺は話を続けた。前にいた会社、と言ってももう10年以上前のことなんですけど、そこでは入社当初からやる気に満ち溢れていて、エリート街道をひた走りたいと思っていました。思っていただけでなく、実際仕事も同期の中ではできる方だったんです。
入社してしばらくは同期の人たちも俺と同じように躍起になっていて、毎日が競争で大変でしたけど、充実した毎日を送っていたんです。でもある時から、同期から嫉妬されるようになってしまって、気がつけば、東大出身なんだからできて当たり前だとか言われて、嫌がらせのように彼らの仕事まで引き受けてしまう羽目になったんです。次第に精神的に苦しくなってきて、心の病にかかってしまったんです。そして気がついたら仕事を辞めていました。東大出身で優秀なら何でもできるとか思われて余計な仕事を抱えて、精神を病むくらいなら無能なふりをしていた方が得なのではないかって感じてしまっていたんです。だから東大出身だってことを伏せて履歴書に嘘を書きました。一通り話し終え、彼女の方を見ると思っていたよりも真剣に聞いてくれていて安心した。大変だったんですね。少し納得しました。まあ実際無能なふりをしてこの会社で窓際社員をやっていた時間は確かに楽でしたが、市川さんに出会わなければ今のような充実感を味わえないまま定年を迎えていたでしょうね。本社は移動したての頃こそ周囲からの白い目が痛かったですけど、今ではすごく居心地も人もいいです。なので、市川さんにはとても感謝しています。本当にありがとうございます。俺は感謝の気持ちを伝えるためにここに来たようなものだったので、伝えられてすがすがしい気持ちになった。彼女はというと少し照れた表情で、いえいえ私は何もと謙遜していたが、まんざらでもなさそうだった。それからまた少し談笑をして、彼女が思い出したように、あ、そうだ、今日は佐藤さんにぜひ会ってほしい人がいるってことを伝えるために誘ったんですと言った。その人物は俺と同じ東大出身の前川教授という人らしい。なんでも前川教授に書いてもらった本は確実にベストセラーになるという出版界隈では有名な教授であるそうで、少し頑固で気難しい感じはあるけど、佐藤さんならもしかしたら話を聞いてくれるかもしれません。そして後日、俺は市川さんと共に前川教授のところへ出向いた。こんにちは、と彼女がドアを開けると、また君か、と呆れた様子の前川教授が椅子に腰をかけ新聞を読んでいた。今日は紹介したい人がいるんです。そう彼女は言いながら、俺の背中を強い力でぐいっと前に出るよう押し込んだ。はじめまして。〇〇出版編集部の佐藤隆と申します。佐藤さんは東大出身なのに、履歴書に違う大学の名前を書いて、最近まで窓際社員をして過ごしていたんですよ。彼女が、初手から俺の過去を暴露するものだから、俺は驚きと羞恥心で額をうつむかせてしまった。しかし、前川教授の反応は予想外のものだった。なんだそれは。とても興味深いじゃないか。と言って、愉快に笑い出したのだ。とりあえず、話だけでも聞こうじゃないか。どうせ出版の話で尋ねてきたんだろう。頑固で気難しいと彼女に聞かされていたので、斜めに構えていたのだが、とりあえず取っかかりができて安心した。
前川教授に促されるようにして、俺と市川さんはテーブルを挟んで前川教授の前の席に腰をかけた。俺は前川教授に専門的な答えられそうにない話をされたらどうしようと不安に思っていた。けれど前川教授とは終始雑談をして、俺のことや市川さんのこと、そして少しだけ出版業界について時間も忘れ話し込んだ。前川教授が俺に対して打ち解けてくれているのが分かった。いやー佐藤君、君は実に面白い上に非常に頭が切れる男だ。君が担当編集者になってくれるなら出版社から本を出してもいい。本当ですか？ああ、でもやるからには今回もベストセラーを取りに行く。内容に妥協はしたくないから、佐藤君も全力でへそしてくれよ。頼んだぞ。こうして俺は前川教授に気に入られ、市川さんの狙い通りであろう出版の話にまでこじつけることができた。やりましたね佐藤さん。佐藤さんの口説きであの頑固な前川教授の心が動いたんですよ。俺はそんなことはないですよ。俺は何もしていませんと謙遜したが、内心は今までにないほどに高揚していた。俺の人生で前川教授のような偉大な人と共に仕事をするなんてことがあるだなんて、夢でも見ているではないかと思うほどに、明日からの毎日が楽しみでしょうがなかった。そこから俺は前川教授と組んで出版した若年層をターゲットにしたビジネス書は大ヒットを記録した。前川教授とならこれからも名著を世に出せると確信した俺はさらに仕事に打ち込んだ。その努力は決して裏切らなかった。俺と前川教授の出した本はベストセラーを連発し、俺の編集部内の存在感は以前とは比べ物にならないほど増していた。以前と比べ物にならないというのは存在感に限ったことではない。前職や窓際社員だったあの頃のままでは絶対に得られなかった充実感も以前とは比べようがないほどになっていた。その後俺と市川さんの関係は仕事仲間から交際に発展、今では結婚して可愛い娘も授かることができた。窓際社員として楽に平凡な毎日を過ごして定年を迎えようとしていた俺の人生は、市川さんや前川教授に出会ってから大きく変化した。優秀がゆえに仕事が嫌になり、一時は苦労して手に入れた東大という肩書きをも捨てた俺だったが、運命の出会いともいえる人たちと出会ったおかげで変わることができた。俺はたまたま運命の出会いをしただけに過ぎないが、今度現状を変えたいと思っている人を見かけたら、俺はこう言ってあげたい。変化を恐れず行動しろと。チャンスを待っているだけだと、俺のように40を過ぎてからチャンスがやってきたり、もしかすると一生巡り合えずに死んでいくことになるかもしれない。40歳でも遅くはないが、チャンスを捕まえるのは早いに越したことはない。早くチャンスをものにできれば、より長く充実した日々を送ることができるだろう。また現状に満足している人たちにも俺はこう言ってやりたい。それがあなたの精一杯ですか？と。
前川教授のおかげで俺はベストセラー続出の編集者と呼ばれるようになったことに違いはない。けれど俺は前川教授に気に入ったと言われたあの日から毎日昼夜問わず仕事に打ち込んだ。その努力が結果として少ないながらも確実にベストセラーに貢献していると俺は胸を張って言える。なぜならどの本の時も自分のやってきたことを全てをぶつけたからだ。だから今の現状が本当に精一杯やった結果上り詰めた境地なのかを一度考えてみて、まだやれる、こんなもんじゃないと思えるようなことがあったなら今すぐ行動してほしい。努力は何かしらの形で必ず報われる。学歴詐称をしてまで窓際社員としての道を選んだ俺の人生が少ない出会いでこんなにも変わったのだから。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。施設育ちのあんたには想像もつかないでしょうけど、セレブの世界ってすごく華やかなのよ。参加した同窓会である女性はそう言って俺をバカにした。俺は施設育ちで両親がいない。それを知っている彼女は昔から俺を揶揄しているのだ。それに比べてあんたはかわいそうだわ。施設育ちで大したつながりもないし天涯孤独だものね。婚約中の御曹司を引き合いに出して幸せ自慢をする彼女、いい加減にしてくれないかと呆れ始めていたその時、一人の美人が現れて。俺の名前は丸山亮、何の変哲もない25歳の男だが、一点だけ周りの人とは違うことがある。俺には両親がいないのだ。物心ついた時にはすでに施設で生活していた。詳しいことは知らないし知りたくもないが、どうやら俺の両親は俺が1歳にも満たない時に事故で亡くなったらしい。悲しい出来事なのだろうが、二人の顔や声さえ記憶に残っていないので、どうしても悲しみという感情は湧かなかった。施設の先生たちは時に優しく時に厳しく指導してくれた。そのおかげか一緒に育てられていた仲間はみんな思いやりにあふれ真っ当に成長していった。小学校に入って施設外の友達と出会うと、俺は自分の境遇が稀なものであることを自覚した。授業参観など保護者が参加する行事で俺だけ一人で会ったのだ。運動会や音楽会などは施設の先生が見に来てくれたが、先生は俺一人の親じゃない。同じ小学校にいる施設の子供みんなを見に来るのだ。1年生の運動会で俺は初めて血のつながった両親がいないことを寂しく感じたのだった。それから施設育ちには親がいないという寂しさ以外にも少し嫌なことがある。やーい、家なし。お前家がないんだろ。うわ、かわいそう。俺の事情を知った同級生の中にはこうやってやゆってくる者もいる。家はあるよ。あんなの家じゃなくて幼稚園だろ。俺にとっては生まれ育った施設は間違いなく家だ。むしろ施設しか知らなかったので、それが普通なんだとさえ思っていたのだ。それに家族だってちゃんといるから。パパもママもいないのに何が家族だよ。先生のことも仲間のことも俺は本当に家族だと思っていた。大人になった今なら家族であることに血のつながりというのはそこまで重要なのだろうかと
問うことができる。しかし当時の俺は何も言えずすくんでしまったのだ。同級生の中でも渡辺優奈による揶揄は特にひどかった記憶がある。彼女は常に明るくグループの中心にいるような児童だった。見てこれすごいでしょ、グアム旅行で買ってきたんだ。彼女は夏休みなんかの長期休暇が明けるといつも何かしらを自慢していた。家族旅行をしただとか親戚の別荘に行っただとか、そうやって自慢話をしているだけならまだ良かったのだが、ほらこれ見てよ丸山、家族旅行で買ったんだよ。楽しかったな。ま、あんたは行ったことないだろうけどね。そんな風にバカにしてきたのだ。俺が施設育ちであることを出しにして彼女は優越感に浸っていたのだろう。施設は十分楽しいので旅行羨ましいとは思わなかったが、ただ悔しかった。からかうのはやめてくれと何度も言ったのだが彼女は全く聞き入れない。俺はそのうち言われ慣れて諦めてしまった。何かの縁か渡辺とは高校まで一緒だった。16歳17歳になっても彼女は俺をあざけり続ける。施設育ちであることは友達には言っていなかったが、ある時彼女の口から事実が拡散されてしまった。渡辺が言ってたんだけどさ、お前って施設育ちなの？うん、実はそうなんだ。隠していたのは恥ずかしいからではない。渡辺に10年近く笑われているので、そういうからかってくるやつが増えたら面倒だと思っていたのである。へえ、ああ、気を悪くしたらごめん。本当かどうか聞いてみたかっただけ。え？えってなんだよ。彼は渡辺と違って俺が施設育ちだと知っても別に何も変わらなかった。いや、それを知ると見下してきたり距離を取ったりする人も多いからさ。なんだよそれ、意味わかんねえ。思いもしなかった彼の反応に心底驚いたことを今でも覚えている。彼は特殊な例だ。渡辺ほどではないにしろ、ほとんどの人は施設育ちという境遇の人間に偏見を持っているようであった。彼女以外にも心ないことを言う人はいた。だが俺が何かしらの形で実力を示すと評価が変わるというパターンも多々あった。俺の道はこれしかないと思い勉強やスポーツに打ち込んだ。努力の甲斐あって良い結果はたくさん得られた。俺の周りには次第に人が集まるようになり、今でも連絡を取り合うような心の友が増えていった。それを面白く感じなかったのか、渡辺は俺に関して悪評を広め続けていたようだ。だが俺は彼女の暴挙を気にするのをやめた。いちいち相手にするから優越感を与えるのだ。それを徹底しているといつの間にか彼女が直接自慢話をしてくることはなくなった。スルーし続けた結果疎遠になったのである。社会人ともなればさすがに渡辺との妙な縁ともおさらばだ。俺が施設育ちであることを揶揄する人などいない。わざわざ家族のことを聞く人すらいなかった。おかげで居心地がよく今では幸せな人生を送っている。ある日の仕事終わり、携帯を見ると何やら長文のメッセージが届いていた。高校の友人からである。何何？同窓会のお知らせ？幹事として連絡をくれたのは俺の事情を知っても何一つ変わらなかった彼である。気の置けない大親友であり、参加すれば久しぶりに会えるのかとワクワクした。久しぶり、ぜひ参加させてもらうよと。嬉しさのあまり
俺はその場ですぐに返信した。それから数分後には出席へのお礼や店の詳細が送られてきた。こちらこそ誘ってくれてありがとう。当日を楽しみにしてます。これでよし。あれ、ちょっと待てよ。高校の同窓会ということは、嫌味や自慢ばかりしてきていた渡辺も来るんだよな。そのことに気づくと一瞬だけ不安になった。だがすぐに楽しかった記憶の方が多いことを思い出し、友人との再会の日を心待ちにするのであった。同窓会の当日、指定された会場の居酒屋へ行くと、思ったより多くの人が集まっていた。おお、りょうじゃん、久しぶりだな。おお、久しぶり、元気してるか。まあまあかな。幹事の彼の近くに座り、とりあえずビールを注文して友人と食べる。りょうは最近どうだ。まあ普通、仕事もプライベートも平凡さ。へえ、そりゃいいな。彼によると、同級生の中にはお世辞にもいい状態ではない人もいるらしい。ブラック企業に入ってしまってすぐに退職をした者や、現場仕事で大怪我をしてしばらく休んでいる者など様々だ。届いたビールを飲みながら近況報告や思い出話に花を咲かせていると、個室の奥の方で何やら盛り上がっているのが聞こえた。ゆなちゃん、その指輪すごいじゃん。ほんとほんと、それどうしたの。その大騒ぎの中心にいたのは例の渡辺ゆなである。ここからではよく見えないが、彼女はどうやら豪華絢爛な指輪を身につけているらしい。でしょ、実はね、御曹司の彼氏にプロポーズされちゃったのよ。彼女は左手の薬指を周囲の友達に見せびらかしながら、ニヤニヤした顔で指輪を自慢している。女性陣が盛り上がる中、俺の近くにいる親友たちは小声でその話に触れる。すげえな、御曹司だってよ。あの指輪いくらするんだろうな。すると俺たちが指輪を気にしていることに気づいたのであろう彼女、わざわざ人を抜かしてずかずかとこちらへやってくる。あんたらも気になる？ほらこれよ、よく見なさい。別に頼んでないが、彼女は左手の甲を俺たちの方に向けた。宝石が照明を反射して眩しい。彼の仕事のことだから詳しくは言えないけど。そう前置きし、彼氏自慢が始まる。年収が1億あって高級車に乗っているらしい。別荘までお持ちのようだ。以前はモデルをやっていたようで、すごく優しいイケメンだとのこと。彼女にぞっこんなのだそうだ。前半の自慢はともかく、最後のはよく恥ずかしげもなく言えたなと逆に感心する。ま、あんたらとは全く違う次元の人種ね、と余計な一言を追加したせいで反感を買った。それから彼女は俺一人に対して笑いながら言い始めた。施設育ちのあんたには想像もつかないでしょうけど、セレブの世界ってすごく華やかなのよ。自分が上流階級に生まれたからこそ玉の輿に乗れた。素敵な義両親や彼に愛されて幸せだと、渡辺はわざとらしく嫌な動きとともに語った。それに比べてあんたはかわいそうだわ。施設育ちで大したつながりもないし、天涯孤独だものね。何も知らないくせにと、俺は呆れ果てた。何か勘違いしてるみたいだけど、事実を伝えてやろうかと、そう言葉を放った瞬間のこと、右腕に人のぬくもりを感じた。同時に嗅ぎ慣れた甘い香水の香りが漂ってきた。ちょっと、私の旦那に何か用？よからぬことはやめてよね。そう言って渡辺を牽制したのは、さき、俺の婚約者である。
おう、サキ、もう来れたのか。うん、急いで済ませてきちゃった。どうしても外せない仕事があり、遅くなる予定だった彼女、同窓会に参加したいという一心で、なんとか巻きで終わらせたようだ。よかったよかったと笑い合う俺たちに、周囲は驚きの声を上げた。旦那って、え、亮がサキさんの？マジかよ、お前やるじゃねえかよ。そう大声で言う親友ら、その反応を見てサキはさらに強く俺にしがみついた。なんであんたなんかが。笑顔のサキに対して渡辺は苦虫を噛みつぶしたような顔をしている。とても数十秒前まで誇らしげにしていた人間とは思えない変わりようであった。サキは高校生の頃から美人として有名だった。校内の生徒はおろか、噂を聞いた他校の生徒までもが彼女に告白をしに来るレベルだった。だが当の本人はそういったことに興味がない様子。全員を丁寧にあしらっていた。大企業のお嬢様であったこともあり、俺にとってもまさに高嶺の花だったのだ。登下校は送迎付きだし、運転手はボディーガードのような屈強な人。どんなに先を空いているものでも声をかけるくらいが精一杯であったのだ。先と近い関係になったのは就職がきっかけだった。内定をもらって入った会社がたまたま先の父親の会社だったのだ。あの丸山くんだよね。私同じ高校だった大原先だよ、覚えてる？彼女が俺に声をかけてくれたのは確か何日目かの昼休みだった。え、大原さん？もちろん覚えてるよ。社長の名字が大原であることはもちろん知っていたが、まさか先のお父さんだとは思わなかったのだ。職場で奇跡的に再会した俺たちは、何かと仕事で一緒になる機会が多かった。大きなプロジェクトを共にこなす中で、俺たちは次第に距離を縮めた。いや、丸山くん、なかなか頑張ってくれているそうじゃないか。君の噂は我々のところまで聞こえてきているよ。ありがとうございます。光栄です。俺としては人並みに頑張っているだけのつもりだったのだが、先のサポートがあったためか、次々と功績が積み重なり、俺はなんと役員たちに気に入られてしまった。社長さえも目をかけてくれるようになったのだ。そんなある時、仕事が終わって帰る頃にたまたま先と会った。あのね丸山くん、ちょっとだけお時間いただいてもいいかな？え、うん、大丈夫だよ。何事かと思いながらついていくと、たどり着いたのはおしゃれなバーだった。仕事の話という雰囲気ではないしなと、彼女の様子を見ていると、想像だにしなかった言葉が先の口から飛び出したのである。丸山くん、あのね、私丸山くんのことを好きになってしまったの。知っている言葉の羅列であるはずだが、俺は彼女の言っていることが一瞬理解できなかった。つまりどういうこと？つまり私とお付き合いしてほしいなって。俺は驚きを通り越し逆に冷静になった。まさか高嶺の花だと思っていた彼女からそんなことを言われるとは。だがこの申し出を受け入れるべきなのだろうかと俺は迷っていた。ありがとう、嬉しいよ。嬉しい、それはそうなのだが、俺は間違いなく彼女と釣り合うような存在ではない。親なしの施設育ちだからだ。大企業のお嬢様と肩を並べて叱るべき人間はもっと他にいるはずである。本当に嬉しいけど、俺なんて
大原さんの隣には立てないよ。そんなことないよ。丸山くんは立派だよ。お父さんだってあなたを気に入って。ありがとう。でも、やっぱりダメだ。いつの間にか形成されていた施設育ちに関する劣等感により、俺は彼女の告白を素直に受け入れられなかったのだ。その日以来、俺と咲の間には気まずい空気が流れる。と思っていたのだが、ある日のこと。丸山くん、今晩お食事でもしない？そして、また別の日も。丸山くん、今度のお休み、二人で映画でも見ない？そしてそして、またある日も。丸山くん、テーマパークのペアチケットが手に入ったの。もはや、しつこいレベルで、彼女は粘ってきた。あまりに熱心な姿に、俺は心打たれてしまい、ついに劣等感を振り切って、交際をスタート。それから、あれよあれよと話は進み、先日、婚約が決まって、今に至る。来月には結婚式を控えており、仕事の傍らで、諸々の準備を進めているところだ。咲が事の顛末を説明すると、親友たちは拍手で祝福してくれた。その一方で、渡辺は何やら悔しそうに顔を歪めている。亮は天涯孤独なんかじゃないわ。私が幸せにするもの。それに、家族の最小単位は夫婦よ。夫婦は血のつながらない他人同士でしょ。咲が問いかけるも、渡辺は拳をこわばらせながらうめくのみ。そこへ咲はさらに続ける。だから幸せに血のつながりなんて関係ない。施設育ちだとかなんとか言っていたけど、それが何だって言うわけ？そんなの関係なく、私たちは今幸せよ。咲の畳みかけに渡辺はとうとう我慢の限界を迎えたようだ。自分の荷物を手に取り、俺と咲を鬼のような顔で睨みながら、会場の居酒屋から出て行ってしまった。そんなことがあってからしばらく経った頃、俺と咲は仕事で招待されたとあるパーティーに出席していた。一社員である俺が参加する必要があるのかと疑問に思っていたが、うちの社長曰く、未来の社長かもしれないのだから参加して勉強するようにとのことだ。随分と気が早いな。当の本人は今会場のどこかで各社の人と交流をしているのだろう。あ、亮、立花さんだよ。ん？ああ、本当だ。挨拶しようか。人混みの中にうちの大口取引先である立花建設の社長を見つけた。立花社長、ご無沙汰しております。咲がそう声をかけると、大柄でこわもての男性が振り向いた。ああ、大原さんの。こちらこそご無沙汰しております。彼は見た目に反して優しく柔らかな声色で言った。咲のつながりで何度かお会いしたことがある人だが、毎回見た目と内面のギャップに驚かされる。立花社長と少し歓談していると、俺と咲の背後から声がした。父さん、一通り挨拶は済んだよ。その声はどうやら立花社長にかけられているようであった。そうか、人脈は大切だからな。これからそのつながりを生かしていくんだぞ、夏樹。ご子息がいらしたのですねと言いながら、俺は夏樹さんとやらの顔を見た。どこか見覚えのある人だなと考えつつ、彼の挨拶を聞く。彼も俺に思うところがあるらしく、互いに妙な雰囲気を出しながら再び顔を合わせた。はじめまして、丸山亮と申します。丸山亮さん。俺が名乗ると彼は目を見開いて復唱した。そんな夏樹さんの姿を見て、俺も彼を思い出す。もしかして夏樹兄ちゃん。亮、やっぱり亮か。なんだ夏樹、
知り合いなのか？不思議そうに俺と夏希兄ちゃんを見る立花社長。まあまさかこんなところにつながりがあるとは思わなかっただろうな。うん、昔施設で一緒だったんだ。夏希兄ちゃんがそう小声で答えると、立花社長はにこやかに、そうかそうかと笑った。彼は施設育ちに対して一切偏見を持っていないようだ。君は優秀な婿さんだと大原社長から聞いているよ。あの人がそこまで言うのだから相当頑張っているのだろうな。尊敬するよ。まさかそこまで褒めてもらえるとは思っておらず、突然の言葉に俺は感極まった。夏希兄ちゃんは小学校に上がる頃に施設から去った。彼も両親を知らないという俺と同じ境遇だったが、引き取ってくれる人が見つかったのである。それが当時の立花社長だったようだ。ほら亮、鬼ごっこするぞ。俺が鬼な。夏希兄ちゃん走るの早いんだから逃げられないよ。はい、よーいスタート。1、2、3。夏希兄ちゃんはそんな風に一つ下である俺をよく遊びに誘ってくれた。半ば強引だったような気もするが、俺も俺で楽しく遊んでいた。俺と夏希兄ちゃんにはもちろん血のつながりなんてない。それでも俺たちは互いを本当の兄弟だと思っていた。彼が引き取られることになった時、俺は泣いた。一番の家族と会えなくなってしまうことを深く深く悲しんだのだ。それから20年近く経って、まさかこんな形で再会するとは夢にも思わなかった。立花社長が夏希兄ちゃんを引き取ったのは子供ができなかったかららしい。社長自身に体の問題があり、会社の後継ぎという点で懸念があった。そこで養子というシステムを使ったのだと立花社長は教えてくれた。そういった経験があるからこそ、彼は施設育ちという経歴を特殊なものだとは捉えていないのだ。血のつながりはないけど、大切に育ててもらったから感謝しかない。夏希兄ちゃんがそう言うと、その場は笑顔で満ち溢れた。少し照れくさそうにする立花社長に、彼はさらに言葉を続ける。これからは俺が両親を支える番だ。育ててくれた恩返しをするため、夏希兄ちゃんは立派な後継ぎを目指して勉強中らしい。幼い頃に突如として別れてしまった兄が、今こうして幸せに暮らしている。そう知った俺はまるで自分のことのように嬉しかった。するとそこへ今度は女性が現れた。割と最近あまり良くない場面で聞いた記憶のある声だ。夏希くん、お待たせ。で、なんであんたらがこんなところに？現れたのはやたらと派手なドレスに身を包んだ渡辺ゆなであった。それはこっちのセリフよ。あなたこそなんでここに？そう言いながら、サキはすっと俺と渡辺の間に入った。同窓会の日以来、彼女は渡辺に対して警戒心を抱いているようにも見える。何でも何も、パーティーに婚約者が同席しちゃいけないわけ？そう嫌みたらしく言った彼女は、見せつけるように夏希兄ちゃんの腕に抱きついた。なるほど、御曹司の婚約者というのは夏希兄ちゃんのことだったのか。俺と渡辺の妙な縁もここまで来るとは、もはや不気味である。そう思っていると、夏希兄ちゃんが不思議そうに聞いた。なんだユナ、亮たちと知り合いなのか？まあね、こいつら二人とも高校の同級生よ。綺麗な格好に見合わない話し方で、渡辺は夏希兄ちゃんに説明した。そうだったのか、びっくりだな。実は俺も亮とはつながりがあるんだ。弟みたいなもんでさ、20年ぶりくらいか。今日たまたま再会したんだよ。
え？夏希兄ちゃんの話を聞くと、渡辺は顔をしかめた。何かに怒っているというよりは、彼の言葉を理解できていない様子である。弟みたいなって？だってこいつ、哀れな施設育ちでしょ？なんで夏希くんが？哀れなって、ひどい言い方だな、ユナ。施設育ちの俺をバカにする渡辺の言葉に、同じく施設育ちである夏希兄ちゃんは、ショックを受けていた。俺は養子だって話したよね。父さんに引き取ってもらう前は、寮と同じ施設にいたんだ。そう悲しげに語る彼を見たのか、渡辺は、ほうけた顔でガタガタと震えている。そんな彼女に、一番鋭い目線を向けていたのは、立花社長である。もともとこわもてである彼の睨み顔は、睨まれているわけじゃない俺でも、震えるほど怖い。ユナ、君は施設育ちということに対して、偏見を持っているのかい？私は。俺からも何か言ってやりたかったが、この最悪な空気感で何をどう言えばいいのかわからず、迷ってた。そんな中、口を開いたのは咲であった。彼女、高校生の頃から彼をからかっていましたよ。先日の同窓会でも、寮に対してひどい暴言を吐いていらっしゃいましたし。それは。言い訳をしようと試みた彼女だが、社長と夏希兄ちゃんから向けられた冷たい視線に、ひるんで、うつむいてしまった。しばらく沈黙が続いていたが、やがて渡辺が、涙ながらに口を開いた。違うの。いつも大声で自分を誇示していた彼女のものとは思えない、消えてしまいそうなほど小さな声であった。ただ羨ましかっただけなの。渡辺の両親は再婚同士で、彼女は父親の連れ子なのだという。彼女が小学校に入る頃、両親の間に男の子が生まれたそうだ。両親はその弟ばかり可愛がって、私には全然愛情を注いでくれなかった。食事や衣服、学用品などを与えられた。ついでという形ではあったが、彼女が昔自慢していたような家族旅行にも行けていた。しかし弟の扱いと比べると天と地の差であった。自分は二人の子じゃないから愛されていない。私のことなんてどうでもいいんだと、卑屈になったと彼女は語る。折檻を受けてたわけじゃないけど、弟と関わることさえ禁止されてたの。だから家族とか兄弟とかがどんなものなのか、私にはわからなかったわ。そんな時、彼女の前に現れたのが丸山亮、すなわち俺だった。どこからか俺が施設育ちで血のつながった家族が一人もいないことを知った渡辺。自分には家族がいるのに家に居場所がない。俺には家族がいないのに心安らぐ居場所がある。自分にないものを持っている俺を見て、攻撃せずにはいられなかったのだという。だから無理して明るく取り繕って大げさに自慢してた。せめて学校では居場所を作りたかったのよ。ユナ、自慢話や真っ赤な嘘を並べ、彼女は自分がもてはやされるような輪を作ろうとした。必死に仲間を集め、自分の居場所を求め続けた。それなのに、何も持っていないはずの施設育ちが、友達とニコニコするようになっていた。成績も良く、周りからも徐々に信頼されるようになった俺を見ると、嫉妬はさらに大きくなり、隠しきれなくなったのだという。それでも、あんたは全然気にしなかった。面倒だからという理由で、渡辺をスルーしていた俺だが、彼女の目には、丸山は大人になった、と映ったらしい。別に、気にしてなかったわけじゃないけどな。いつまでも執着して、騒ぎ立てる自分の心がみすぼらしくなり、そのうち攻撃するのをやめたのだという。じゃあ、なんで同窓会で寮にあんなことを言ったの？怒り気味の咲がそう聞くと、
渡辺はまた泣きそうになりながらボソボソと答えた。調子に乗ってたの。夏希くんからプロポーズされて指輪までもらって、それであんなことを。頬を伝った彼女の涙は綺麗な化粧を少しにじませる。そんなことは一切気に留めず、突然俺に向かって頭を下げてきた。ごめんなさい、今まで本当にごめんなさい。渡辺、謝罪には彼女の誠意が見られた。口だけでなく本当に心の底から思っているのだろうと伝わってくる。しかし10年以上の嫌がらせを一言の謝罪でそう簡単に許せるはずがない。ユナ、俺は父さんたちに引き取ってもらえて本当に幸せだけど、施設にいたのが不幸ってわけじゃない。似た境遇の仲間がたくさんいたからね。施設には様々な事情のある子供がいた。だからこそお互いのことを心から理解し合っており、支え合って幸せに生活していた。両親がいないという寂しさは少なからずあったが、決して孤独や不幸ではなかったのだ。だろ、りょう。そうだね。俺が伝えたかったことを代弁してくれた夏希兄ちゃんに少し微笑み、視線を渡辺に戻した。彼女は再度頭を下げる。取り返しのつかないことだと理解している様子である。ユナ、ごめん。今は気持ちの整理がつかないから、結婚についてはちょっと考えさせてほしい。夏希兄ちゃんの言葉に少し目を見開いた彼女だが、騒ぎ立てて拒むことはしなかった。タクシーを呼ぶから今日は帰ってよく考えてくれ。夏希兄ちゃんだってそんなことを言うのは辛かっただろうが、彼は毅然とした態度でそう発言した。きっと施設育ちと見下されたのが自分だけでないことを鑑みてくれたのだろう。渡辺は今度も騒がず、静かにうんとだけ言ってその場から立ち去るのであった。その後、渡辺との婚約は破棄になったと夏希兄ちゃんから連絡があった。それを申してたのは彼女の方からであるらしい。彼はまだ彼女のことを嫌いになりきれていないらしい。確かに渡辺の家庭環境を考えると同情の余地はある。俺はそう思っていたが、さっきは違った。私は同情なんかしないよ。あの人の家庭環境と嫌がらせを続けていたことは別問題だもの。本当に反省して改心したのがはっきりわかるまでは、情けなんかかけないで放っておくべきじゃない？まあ確かにそうかもしれないね。ところでさ、さっきってなんか渡辺に当たりが強いよな。同窓会や先日のパーティーでもそうだったが、さっきがやたらと渡辺に冷たいことが気がかりだった。何か因縁でもあるのだろうかと思い聞いてみた。すると彼女はなぜか少し拗ねたように答える。別に、ただの対抗心よ。対抗心？高校生の時、あの子は亮のことが好きなんだと思ってたの。嫌味を言ってあなたの気を引こうとしているんだとばかり思ってた。そう照れながら語る咲。つまり彼女はあの頃から俺を見てくれていたことになる。男女問わずみんなの高嶺の花だった咲が、まさかそんなことを考えていたとはな。そっか。驚きや嬉しさとともに俺はそんな咲を愛おしく思った。同窓会でさ、幸せに血のつながりなんて関係ないって言ってくれたじゃん。あれすごく嬉しかったよ。咲が家族になってくれたこと、彼女の家族までもが俺によくしてくれていること、今の俺にとってはそれがすごく幸せであった。私は家族にとって大切なのは絆だと思うよ。そうだね、俺もそう思うよ。そのことをいつまでも忘れないでいよう。そう言って
俺たちは笑い合った。俺と咲の結婚式、俺に身内がいないことから、小さな教会で二人きりの式を挙げた。その後の披露宴は会社の都合で盛大に行う予定だ。そこには高校の友人や夏希兄ちゃんも参加してくれることになっている。誓いの言葉を言った俺は、神様だけでなく咲と自分自身にも宣誓した。この先何があっても家族を大事にし絆を深めていきたい。俺を支えてくれたすべての人に恥じないよう素晴らしい自分でいたい。未来を誓い合った俺たちにはステンドグラス越しに神々しい光が降り注いでいた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。なんで中卒のお前がこんなとこいんだよ。ここは最低学歴大卒以上だぞ。お前がここでやっていけるわけないだろ。首筆頭だな。移動して早々に嫌味な同級生がニヤニヤと話しかけてくる。学歴マウントが取れて嬉しいのだろう。意気揚々と嫌味を饒舌に語る。なんでって社長直々の辞令だからな。マウント取って満足げなところ悪いけど、俺。事実を告げると同級生はさっと顔を青ざめさせた。俺の名前は立花高木。物心がつく前に父は亡くなっており、母子家庭で育ったが、母は俺に不自由をさせないようにと必死に育ててくれていたし、面倒見のいい親戚たちが俺にいろいろと世話を焼いてくれていたので、人並み以上にスポーツや勉強ができた。というのも、死んだ父親の家もそれなりに裕福だったし、母親は両家のお嬢様だった。父親は男三兄弟の末っ子で、おじたちはまだ誰も結婚をしていなかったため、祖母は、さつきさんがうちにお嫁に来てくれて本当に嬉しいわ、娘ができたみたい、と大層可愛がっていたので、父親が亡くなった後も父方の両親は俺たちを懇意にしてくれていた。中でも叔父の二人、長男のさとし兄さんと次男のたかし兄さんは俺にいろんなことを教えてくれて感謝している。さとし兄さんは勤勉で頭がよく、教えるのもうまかった。仕事で忙しいだろうに、合間を縫っては俺に授業をしてくれるのだが、それが本当に楽しくて、まんまと勉強が好きな子供に育ったし、たかし兄さんはプロ入りはしていないものの、社会人野球選手で練習の合間に野球を教えてくれたり、一緒にトレーニングをしてくれていたおかげで、人並み以上に運動ができるようになったのだ。今思えば、俺は母子家庭でありながらかなり恵まれていた。嫁姑でありながら、母は祖母と仲が良かったし、ぬくぬくと幼少期を過ごしていた。そんな俺には、小中一緒だった同級生に藤井守という厄介な奴がいた。何かにつけて張り合ってはイチャモンをつけられ嫌がらせをしてくるのだ。ふん、片親のくせにやるじゃないか。今回で勘弁してやるよ。俺としては張り合うつもりもないのだが、テストも体育もずっとこんな感じなのだ。守も運動神経はよく、勉強もかなりできる方だし、いわゆるイケメンと言われるような男で人気もあるのだが、なぜこうも突っかかってくるのか俺にはわからなかった。あいつ流に言うなら、俺たちの勝敗は6対4くらいで、やや俺の方が勝っていたものの、所詮は学校のテストだ。そんなものの勝敗にこだわって何になるのか
全くわからなかった。あいつの嫌がらせは徐々にエスカレートし、靴や教科書を隠されたり、根も葉もないことを吹聴されたりと、さまざま手の込んだことをしてくれたが、爪の甘い部分が多く、隠されていたものは大抵すぐに見つかったし、根も葉もない噂は突拍子もなさすぎてすぐに風化した。多少面倒ではあったが、それほど学校生活には支障がなかったので放置していたのだが、それも気に入らなかったらしく、最後の方は目を合わせることもなかった。ところが中3の夏、母が病に倒れてしまった。親戚たちの力を借りながらも、金銭の援助は絶対に受けようとしなかった母は、かなり無理をしていたようだった。高木、本当にいいのか？俺は母が倒れてしまったので、高校進学を諦めた。祖父やおじたちは高校に行ってもいいんだぞと援助を申し出てくれたが、母が倒れて病院のお金もある。母の貯金では俺の1年間の生活費と入院費を賄って精一杯だろう。うん、母さんはここまで頑張ってくれたし、今度は俺が頑張る番だ。中学出たら働くよ。親戚たちにそう宣言をして、俺は中卒で働くことを決めた。冬休みに入る前、珍しく守が声をかけてくる。お前、中学出たら高校行かずに働くらしいじゃん。底辺街道まっしぐらだな。ご愁傷様。守は推薦入試で有名私立への進学が決まっていた。彼の家もそれなりに裕福でエリート家庭らしく、守はそれで俺に対する価値を確信したのだろう。それ以降、ぱったりと嫌がらせはやみ、代わりにすれ違うたびに同情風味の嫌味とマウントが始まった。片親で親が病気になると大変だね。貧乏人は高校にも行けないなんてかわいそうだな。まあ、何を言われたところですぐに冬休みに入ってしまうし、冬休みが終われば学校もほとんど授業はないので気にはならなかった。そんな俺を叔父のさとし兄さんは会社に引き取ってくれた。高校には行かないし、俺たちからの援助も受けるつもりはないんだろう。じゃあせめて俺のとこ就職してこいよ。そう言って一から俺を会社で働けるようにと育ててくれた。冬休みも3学期も研修という名目で学校に申請を通し、働きながらいろいろと教えてくれた。中卒だと就職先見つけるの大変だろうし、俺も信頼できる部下が欲しいからな。そう言ってさとし兄さんは俺を徹底的に育ててくれた。子供の頃と違ったのは格段に厳しくなったことだった。相変わらず指導は丁寧で分かりやすかったが、ミスは普通に怒られるし、悠長にできるようになってから実践というわけにもいかず、俺は必死だった。いいか、高木。確かに俺はお前が可愛くて会社に誘ってるけど、決してお情けじゃない。お前なら俺の会社でもやっていけると思ってるからだ。甘やかさないぞ。俺にとってはとんでもなくありがたかった。実際入社してすぐは中卒で社長の甥っ子だからと色眼鏡で見られることも多かったが、さとし兄さんは俺の指導に力は入れてくれるが、決して甘やかさないでくれたので、周りの見る目は年々変わっていった。しかし、中卒の子がここまで耐えたよね。社長直々の指導だろう。
社長の指導はかなりスパルタなんだよな。ははは、確かに厳しいですが、おじは丁寧に教えてくれるので、食らいつかなきゃと必死でしたよ。今では会社創立当時からの役員とも打ち解けている。当初は急に中卒のガキを連れてきて何する気なんだと思っていたが、兄さんの指導は見ていてかなり厳しく、俺もそれに食らいつくから本気なんだと思えたそう。社長も言ってたよ。絶対に後継者にするって意気込んでたから、無理難題も多かったろ。いや、厳しい課題は確かに多かったですね。俺はあの指導耐えらんねえや。お前ほんとすごいな。なんかあったらすぐ相談しろよ。今ではよく相談にも乗ってくれる良き兄貴分がたくさんいるような感じだ。そして入社から15年が経ち、俺も30を超えた。兄さんも50後半になり、体調を崩すことが増えてきた。高木、話がある。俺の30の誕生日に兄さんは俺を食事に連れ出すと、神妙な面持ちで話し始めた。ここまでよく育ってくれたな。社員からの信頼も厚いし、やはりお前を引き込んでよかったよ。お礼を言うのは俺の方だよ、兄さん。兄さんのおかげで母さんも楽させてあげられてるし、毎日仕事が楽しいよ。お前に頼みがあるんだ。いつになく真剣に話すおじに、俺も身を乗り出す。任せてよ、兄さん。おじの頼みに俺は力強くうなずき、おじの期待に応えてみせると約束をした。辞令が出され、俺はエリート部署とも呼ばれている人事部に部長として配属されることになった。移動の前日、部署のメンバーの情報を確認していると、そこには藤井守の名前が。あいつ、うちで課長やってるのか。おじの頼みを思い出す。守りについて目立った噂は聞かないが、中学までのこともある。少し留意しておこうと思い、移動後初の出勤に備えた。おはようございます。今日からこの部に配属になりました、立花高木です。おはようございます。お早い出勤ですね。話は伺っております。少し早めに会社に着くと、気さくな事務員さんが始業前にもかかわらず部署の案内をしてくれた。え、岸間さん母子家庭なんですか。奇遇だな。俺もですよ。彼女は岸間香里といい、俺と同じ母子家庭だった。案内をしてもらいながら話が弾み、あっという間に部署内を回り終えた。何かわからないことがあれば気軽に聞いてください。本日からよろしくお願いしますね。彼女のおかげで朝礼前に有意義な時間を過ごせたし、スムーズに仕事に取り掛かることができそうだ。後で彼女にお礼をしなくてはなと思いながら、朝礼の時間を迎え挨拶をする。さあ席について早速仕事だと準備をしていると、案の定藤井がやってくる。あれ、立花だよな。中卒の、なんでこんなとこいんの。場違いだろ。なんでって、社長直々の辞令だからな。お前も早く仕事しろよ。修行の時間は過ぎてるぞ。淡々と言い返す俺にカチンときたらしい守はヒートアップする。あのなあ、ここは最低学歴大卒以上のエリートの部署なんだよ。お前みたいな中卒は首候補。場違いなの。
周りがひそひそと俺たちを見る。それに俺、課長だよ。お前とは格が違うの。そんな態度でいいわけ？しんと周りが静まり返る。俺はゆっくりと守を見据えていった。お前こそちゃんと事例見てないのか？確かに格は違うのかもな。お前は課長で、俺は部長だ。次長が騒ぎを聞きつけて慌ててやってきた。ちょっと、藤井くん、何してるんだ？唖然とする守に、俺は辞令のメールを見せる。コネをひけらかすようなことはしたくないから、なるべく言いたくないんだが、社長である俺の叔父の体調が思わしくないんだ。俺は次期社長候補として、この部署で部長としての経験を積むことになってる。守はわなわなと震えながら、なんでお前みたいなやつが。そんな守を次長はなだめている。俺はお前が学校に行っている間もここで働いて必死で食らいついてここまで来たんだよ。藤井くん、君は確かに優秀だが、立花さんにはかなわないよ。あの社長の厳しい教育をくぐり抜けて、ここまで這い上がったんだから。藤井は愕然としていた。何かをブツブツとつぶやきながら、自分の席に戻ると、ようやく仕事に取り掛かった。移動早々に騒がせて申し訳ないです。皆さん仕事に戻ってください。そう呼びかけて、俺も仕事に戻った。あの日、叔父と食事をした夜。高木、人事部にどうやらスパイが潜り込んでいるようだ。お前にはそれをあぶり出してほしい。ここしばらく、社外秘となっている社内機密が外に漏れ出しているらしく、競合他社の妨害に遭っているのだという。叔父は藤井の中学までの俺へのこすい嫌がらせを把握しているので、もしかしたらと勘ぐっているようだった。俺は叔父の期待に応えようと、あらゆる手を尽くして藤井を中心に人事部の社員たちを調べ洗い出していたが、めぼしい成果は得られなかった。あら、立花さん珍しいですね。資料室で社員の名簿や経緯を洗いつつ、メールの履歴なども調査しているとき、香里さんが話しかけてくる。ああ、香里さん。うん、人事部に配属されたばかりだから、ここまでの記録を見返していたんだ。何か改善点や見直しが必要な部分はないかと思ってね。あながち間違いではない。よりブラッシュアップして仕事の効率を上げなくては、俺がここに配属された意味がない。何も俺は探偵ごっこをするためだけにこの部署へ来たわけではないのだから。そうなんですね。必要な資料があればお持ちしますので、ご用命くださいね。そう言って香里さんは去っていく。席に戻ると缶コーヒーと小さなお菓子がメモと共に置かれていて、お疲れ様です。疲れた時には糖分ですよ。と書かれていた。なんて気の利く女性なんだと、ありがたくそれを口にして仕事に戻る。ほんのりとした恋心が芽生え始めていたが、まずは目先の問題を解決しなければと、その恋心には蓋をした。急に呼び出してすまない。正直、お前が来てくれるかどうかは賭けだったんだ。ある日、守は俺を会社から少し離れた喫茶店に呼び出した。しかも、社内メールや口頭ではなく、内密に同級生から聞いたらしいチャットアプリでだ。少し怪訝に思いながらも、何かつかめるかもと思った俺は、ボイスレコーダーをスーツのポッケに忍ばせ、指定の喫茶店に向かう。
神妙な面持ちで待っていた守は、俺の顔を見るなり、さらに表情を固くした。わざわざプライベートの連絡先を嗅ぎ回って、内密に呼び出すんだ。なんかあるんだろう？俺は向かいに座り、コーヒーを注文する。まずは、今までのことを謝らせてほしい。そうして、守は立ち上がり、頭を下げた。店の視線がこちらに集まる。顔を上げろ。別に気にしていないし、ここでそうして注目を浴びる方が迷惑だ。そう言うと、守は顔を上げて座り直す。すごい身勝手な話なんだが、俺はお前が嫌いだったんだ。ぽつりと話し出す。エリート家系で育った守は、常に一番を目指すように教育されていた。それなのに、母子家庭で親戚に甘やかされて育っている俺が、血の滲む努力をして1位を目指す守を軽々と超えていくので、それが悔しかったのだという。お前、母子家庭だったろ？なのに、全然幸せそうだったじゃん。たまたま恵まれてたんだよ。兄さん、ここの社長であるおじのおかげ。俺はおじに勉強を教えてもらっていたこと、それが分かりやすくて勉強が楽しかった。この会社にいるのもそうだよ。でも会社に入ってからはかなり努力したよ。中卒でコネ入社、色眼鏡で見られていたのを根性と努力で見返し続けていたのは事実だ。聞いたよ。かなりの無理難題もこなしてきたんだろう。俺がのうのうと学校行ってる間、大人たちに揉まれながら。すげえよ、乾杯だ。俺は頑張ってた気になってただけなんだと、吹っ切れた顔で守は言った。本当にすまなかった。座ったまま、守は再び頭を下げた。もういいよ。本当に気にしてないんだ。ところで、要件はこれだけじゃないだろう。俺が切り返すと、守は真剣な顔に戻る。当たり前だ。お前に伝えておきたいことがある。コーヒーを一口、固唾とともに飲み込む。人事部か、それにかなり近いところで内部情報を流出しているやつがいる。頭が真っ白になった。なぜお前がそれを知っている？としばし混乱するも、守はさらに続ける。半年くらい前からおかしいなと思っていたんだ。俺の嫁が B 社で受付やってるんだが、社外費をなぜか嫁が知っていたんだよ。そこで守は独自にほんの些細なガセ情報を朝礼で人事部に共有した。これはまだ公に決定していない。今後協議が進むが、人事部はこれに大きな影響を受けることになるので、先に共有しておく。社外はもちろん、人事部だけに留めておくようにと告げて朝礼で話したガセネタを、後日嫁から聞いたんだ。これで俺は確信した。重い沈黙が俺たちの間を漂う。今回の俺の移動の理由はそれなんだ。重い口を開き、俺は守に打ち明けた。内密にここまで調査を続けていたが、めぼしい成果を得られなかったことで、機密の漏れ出しも確証を持てなかったが、これで思わぬ進展があったのだ。守、調査手伝ってくれないか？任せろ、絶対に犯人捕まえてやる。俺たちは固い握手を交わして結託した。会社に泊まり込むのも辞さないほど集中して犯人探しに奔走した。
一週間ほどの調査の結果、ある一人の人物が浮かび上がってきた。正直、その人物に俺は落胆したが、事実は事実だ。兄さん、例の犯人見つけたよ。資料を持って叔父に報告すると、叔父も驚きを隠せないようだった。俺と社長、藤井の三人は小会議室に集合していた。呼びつけている犯人を待っている。ガチャリ、控えめな音がしてドアが開く。木島さん、どうしてなんだ？俺は深いため息とともに資料を香里さんの前に置く。戸惑いながら資料に目を通す香里さんの顔はみるみる青ざめた。申し訳ありません。そのまま崩れ落ちて静かに泣き出す香里さん。しばらく香里さんのすすり泣く声だけが小会議室に響く。木島さん、どうしてこんなことを？やがて香里さんはポツポツと話し始めた。 B 社からお金をもらっていたんです。情報提供料として。俺と同じく母子家庭で過ごした香里さんは壮絶な貧乏生活をしていたようだ。中卒で働いても給料は母親に食いつぶされ、水商売と掛け持ちしながら食いつないでいたそうで、お金がないと幸せになれない、お金があれば全部解決すると思っていた。お金に目がくらんだんです。本当に申し訳ありませんでした。香里さんは深々と頭を下げる。俺のほんのりとした恋心もこれにて終わった。木島さんは懲戒免職にはならずに自主退職。中卒での苦労もあったんだろう。懲戒免職だと今後に響くだろうし、次のところではやるなよ。社長が情けをかけてこの件は終了した。その後、俺は正式に社長として会社を引き継ぎ、会長となったおじからまたいろいろと学びながら奮闘している。専務には守を指名した。え、俺でいいのか？守は少し驚いたような顔をしていたが、おじも、君が高木と今回の件を解決してくれたそうじゃないか。高木はまだ未熟なところもあるし、お互い補い合ってこの会社も成長させてくれ、と言った。余計な小細工はもうしないだろう、と釘を刺すのも忘れずに。守は罰の悪そうな顔をしつつもしっかりとうなずいた。木島さんは前社長の紹介で下請けの事務員をやっている。新しい職場でも気の利く女性だと評判なようで、真面目に働いているらしい。俺はたまたま親戚に恵まれて、こうして今仕事にもやりがいを感じているし、子供の頃もこれといった不自由はなかった。しかし、木島さんのような境遇だったら、守のように両親が揃っていても重圧に押しつぶされそうになっていたら、今ふと考える。俺も不正に手を染めていたかもしれないし、隣の芝を羨んでくだらないことをしていたかもしれない。社内整備をして情報流出の件を処理しながら、意外とうちの会社にもシングルで子供を育てている社員は多かった。兄さん、ちょっと相談があって。俺はまずは自分の会社の人間だけでも何かしてやれないかと思い、シングル手当や社内に託児所の併設を相談した。いいんじゃないか、お前らしい、やれるだけやってみろよ。おじは心よく俺の背中を押して見守ってくれた。
これが好評で働きやすくなったと社員に喜ばれた。託児所はシングルでなくても利用できるようにしたことで、多くの社員の助けになれたようだった。いずれは家庭環境で高校に通うことを諦める子どもの助けになれるように、今のところは業績を伸ばしていこうと思っている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。